久保年貢とは、中世後期日本の荘園公領制のもとにおいて、一円支配を確立した領主に対して納入された本年貢のこと。13世紀以後、本来は重層的な支配構造となっていた荘園において一円支配が進行した。その荘園の庶民から見て、唯一の支配者となった、こうした領主のことを、 従来は朝廷に対して用いられてきた、久保の故障で呼ばれるようになった。同じ頃、庶民が名主を経由して、久保に収めるべき年貢、くじ、さらには、実際には、名主の特分となる、家事しなどの様々な名目で行われてきた各種の、効能が、納付経路の確立化に伴って、個々の区別せずに一括して、年貢の故障で呼ばれるようになった。このため、 本来の年貢である本年貢をくじ、家事こに相当する年貢と区別するために用いられたのが久保年貢の子であった。久保年貢の量は中世後期にはほぼ一定額に固定化されていくのに、対し他の年貢特に家事この量は名主などの在地支配層の対等とともに増額され、久保年貢のそれを上回るようになった。ありがとうございます。